こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日は、口紅の基本的な塗り方をやってみました。リップブラシを使って輪郭をしっかりとって塗ることによって、きっちりとした印象に見えたりとか、崩れにくさも、あるので、この春、卒業式とか入学式にぜひ使えると思いますので、参考にしてみてください。それでは動画スタート。リップを使います。リップクリームを縦にしっかり塗り込んでいきます。そうすることによってしっかり保湿されます。ティッシュを半分に裂きます。リップを軽くオフします。口紅とリップブラシを使います。しっかりとブラシに色を取ります。上唇の輪郭を取ります。下唇の中央の部分にラインを取ります。下唇の口角の部分から中央にラインをつなげます。反対もつなげます。上唇も口角の方から中央に向かってラインを引いていきます。上下の口角をつなげます。中央の部分に色を埋めていきます。上唇は上から下に色をのせていきます。下唇は色を下から上にのせていきます。綿棒を使います。はみ出たところを綿棒で整えたら完成です。基本的な口紅の塗り方です。崩れにくく色持ちもいいので、ぜひ参考にしてみてください。